心しの田うどん市の田うどんは、愛知県名古屋市周辺で食べられているうどん。心しの田とは、白醤油をベースとしたつゆを張り、刻んだ油揚げと青ネギを散らして、かまぼこを添えたうどん、または騎士麺である。しのだは、油揚げの別名であり、しのだ、しのだ、しのなどと表記される。ただし、大阪のしのだが語源とする説もある。刻んだ油揚げ、かまぼこ、 ネギを具材とする。きつねうどんと似ているが、油揚げには味付けがされていない。これらの具材は味噌煮込みうどんと同じである名古屋における麺は塩分濃度が高く、独特の硬さがあることが特徴である。一般的なきつねうどん焼きシメ麺とは異なり、さっぱりとした白醤油を使っている。濃厚な味が多い名古屋飯の中では、比較的あっさりしており、澄まし汁にも例えられる。 山田屋の卵と自酒のタうどん古くから名古屋のうどん屋で定番のメニューとされるが新しい店ではメニューにないことも多い。名古屋市以外のうどん屋でも定番のメニューとされ岐阜県のうどん屋でも提供している店は多いとされる。名古屋市東区東外堀町の山田屋は1930年創業であり、志のタうどんや志の焚きし麺を提供している。 創業当初の店舗は、名古屋城が消失した際の飛び火で焼け、現在の店舗は1950年の建築である。名古屋市中草会の亀琴吹本店では、遠方から来た客が物珍しさで注文することも多いという。名古屋市出身の小説家である清水義則は、志の田うどんを、 油揚げとネギを煮込んだスープに浸った名古屋風な腰のないうどんと表現している。またその著書で全世界のうどんの中で一番好きなうどんとしている。ありがとうございます。